こんにちは。今回の動画では何か違うことをしてみよう。Hello guys, my name is Daniel and today we will play a Minecraft. Not today's lame as fuck Minecraft, but the old Minecraft that was actually good. Ah yes, those were the days. I already feel that we will have a good time. Let me make a new world real quick. I wonder what terrain- Wait, what the- Holy shit! なんだこれ、ティムフォートレスアーケード、かなり高級なクオリティのファンゲームだと聞きました。アーケード風ならどんな方式かな。準備画面は古典ゲームの感じをよく活かしていますね。ジャンプボタンを押してって言ってるけど、スペースバーじゃないみたいだね。操作キー読みませんでしたか。ジャンプキーは U だな。マウスは全く使わないゲームですね。キャラはスカウトから順番にやってみようか。 Let the games begin. ああ、ベルトスクロールか。やっぱりチームポトリスのようなゲームならこういうのが適切ですよね。操作が少しぎこちないな。難易度はどのくらいでしょうか。まだ始まってもいないじゃん。武装はやっぱりストックだね。もともとスカウトは基本武装が最もたくさん使われたりもするから。これいつ作られたゲームだっけ。2011年9月に配信されたゲームですから、アンロック装備は追加されてからでしょうね。ジャンプした状態では補助武器を使うんだね。空中で合わせるのはかなり難しいでしょうね。これくらいは簡単だよ。はい。動画のために一つ簡単なことを準備してみました。あれはなんだ。外れカウンタです。攻撃を的外れにした回数を全部数えてくれるんです。いや、最初から10段数も無限なのに命中率がそんなに重要なゲームじゃないじゃん。むしろだからこそこういうのが目立つんじゃないですか。ないよ。スタート。なんでこんなにけたたましいんだ。ところで敵は平凡なロボットたちですね。ちょっとした独創性は守りたかったのかな。まあこういうジャンルのゲームならあんな基本的な敵が必要になりますよね。操作がそんなにおかしいですか。そんなことよりは後ろに出して撃つのが不可能なのがちょっと面倒だね。こんな操作の他のゲームにないわけじゃないし、それはただの言い訳にすぎませんよ。え、ゲームオーバーですか。古典の感じは忠実に創生したね。でもこれじゃゲームオーバーは事実上ないんじゃないですか。確かにそうだね。実際の古典ゲーム機じゃないから。ではあと3つ残ってます。いや、ジャンプショットでは一体どうなっているんだ。弾丸が到着する位置がリアルタイムで変わるじゃん。敵に囲まれた時に使うものではないでしょうか。それにしては角度が全然変だな。敵はビームで撃たれても大丈夫だね。それよりどうして影がレーザーの上にできるんだよ。当たるエフェクトもないのを見ると意図した状況ではないかもしれませんね。そうかな。拳銃をかぶってみよう。 I got somebody! なんだ。It's literally in your heart! What are you talking about? Not at that angle, no. It is! What do you mean? Alert! Defend our control point! あの飛び回るやつとは戦えないのか。ジャンプショットで合わせることができるんじゃないですかね。いつも床を照準してるじゃん。最初のステージだからかそんなに難しくはないですね。それがデザインにかかったからだ。余計にカウンターとかつけておく必要がなかったんだよ。ちょっと少し多いと思うんだけど。最後の区間でしょうか。でもさっきと比べて多すぎるんじゃないの。お
扁平術を使うのがかなり効果的ですね。あいつらも向かい合っていてこそ攻撃が可能だから、最初からこうすればよかったのに。あ、終わったのかな。突然ですね。オリジナルキャラクターだけ書いたんじゃないんだね。どうして私のスカウトはあれ使えないの。ピストルなんかじゃなくてあれが必要だったんだ。今が攻撃する時間のようです。正面にくっつくとプレイヤーは硬直しますが、ボスは免疫だから全く不利なんですよ。ショットガンだから遠くからはまともにダメージも出ないじゃないか。他のキャラクターとしてはもっと簡単だったかな。 Whoever hit me! 体力がそんなに高くはないですね。コンセプトはしっかりしている方だから。パターンが複雑ではないようだ。突進を止まったり開始するタイミングは決まっているのでしょうか。こうした方がもっと早いと思う。ボスがあの狭いところに挟まったりするようです。速度に頼むんでコンセプトなんですけど、結構致命的でしょうね。こっちも HP が死ぬ寸前だね。両方とも1、2部屋くらいで終わりそうです。突進中にもダメージを受けましょうか。わからないけど、HP も低いからそのまま安全に待とう。近接攻撃も合わせやすくはないね。ビクトリー。クリアしましたね。キャラクターたちが順番にボスとして出るなら、ステージ数は9つですね。まあそうだろう。始めないんですか？ねえ、キリタン。はい。二人なのに私だけゲームして、お前は横でおしゃべりするのがちょっと変だと思わない？では私がプレイしましょうか？いや、ちょっと待って。ちょっとこれはホラーゲームじゃない？なんだこれ、落ちてきてる。他のプレイヤーたちとマップで目標を遂行して脱出すればいいんだよ。限られた資源を効率的に使うことが重要だ。口ではそう簡単でしょう。着いたのか。裏寂しいですね。暗い。フレッシュがあるとしても暗すぎるじゃん。ところで、チーム員たちについていかないと一人で遅れを取るんだけど大丈夫。あ、バッテリー！ひねりしないで！蛍光棒ですね。明るさはそんなに大きくはないようですが。地面を打つのにスパークが跳ねるね。タバコだ。弾丸は多いほどいいですよね。多そうでも浪費してはいけないよ。行きながらもっと明るくなるんじゃないかと思ったんですが、ここも暗いのは同じですね。これは何ですか？こんなドアを開けるにはまずスキャンをしなければならない。あの光るところですか？ドアを開けるたびにずっとこうしなければならないんですか？あとは今よりもっと複雑だよ。救急箱が入ってますね。後で必要なことがあるでしょう。On me, got a bio scan. さっきと違って今回は大きなは一つですね。ところで、ここで一体何をしろと。なんだあれ。え、ちょ、あっ！気をつけ。一体なんだよあれ、気持ち悪い。ダメージはなんでこんなに高いんだ。
死んだね。部屋の大きさに比べてちょっと数が少なかったな。マップはかなり大きいですね。一様に全部暗いだけでほとんど空いていますが、中に何かあるよりはいいんじゃない？そうか。あいつらは周りの音に反応するから、ゆっくり接近して近接武器で処置しなければならない。レフト4デッドどの位置が思い出しましたね。よし、接近して近接武器で。なんで私だけ叩くんだ？他の人も3人もいる。なんでドアのすぐ後ろにまたドアがあるんだよ。この部屋は何だろう？原子炉だよ。ものすごく大きくて広いですね。これがコントロールパネルでしょうか？そうだよ。今は消えてるけど、ここでまた作動させることができる。稼働させるのにもスキャンが必要ですね。そして、スキャンが終わった後には原子炉が作動しながら電気がつくようになるよ。あ、もうちょっと明るくなりそうですね。あ、そして、原子炉を稼働したら。したら？どうしても直接経験してみた方がいいと思う。ちょっとな、頑張れ。ちょっと、お知らせください。ソルジャーは確かに遅いな。でもロケットの範囲はそれなりに広い方だね。弾速も悪くないし。ちょっと。再現度は確かに卓越ですね。他のステージもオリジナルのゲームモードに基づいたものでしょうか。発射前に少し時間がかかりますね。銃を使う時とはタイミングが違うように掴まないといけませんね。アッタック！うわぁ。パターンは以前のボスよりもはるかに単純ですね。発射速度はプレイヤーより確かに速い方ではあります。残った体力が少し少ないですね。気をつけてプレイし、ちょっと。AI がそんなに利口ではないようだ。今回のステージは前より少し簡単でしたね。パイロはどのように具現化したのでしょうか。敵より射程が短くなるので少し危ないかもしれませんね。ちょっと。なんだ、何が始まるんだ。この音はなんでこんなに大きい。え？何か BGM が他のゲームレベルに変わったみたいだけど、作曲家にジョングを違うように説明してくれたのかな。あれ？いたぞー、いたぞー。おい、確かに4人用ゲームなので最初から敵がかなり多いですね。1人や2人ではクリアするのが大変そうですね。弾丸の数も制限的だと聞きましたよ。小銃に持って気を使いましょう。集中射撃のノルデクさせるべきですよ。一つの標的に弾丸を用意してるんだから。なんだあれ、こんなに大きな奴らが光りました。あ、終わったのか。果たして引き続き順調に進行できるのか。敵もプレイヤーもダメージは高いのに体力は低い方なので、一度戦闘するたびに消費される資源がかなり多いですね。炎兵物をもっと頻繁に利用してみましょう。A few moments later. あああの丸い奴らはちょっと硬いな。敵に気をつけたりするのはないですね。え、ちょっと、今状況が。
대화로 해결하자! 난가 버스노 호우가 하야이 미타이다네. 난다, 이거가나. 다이력 관리에 모두 집중しましょう. 다메이지는 아무리 高くないけど 硬直が 문제ですね. 射程も 同じで 攻撃しない時 이外 ずっと 叩かれるから. 他の キャラなら もう 少し 楽だったのに. 2000 years later. 2分 くらい かかったんですけど 体感が およそ 1時間 が過ぎたようです. 今回のボスは デモマンでしょうね. あ、 敵もだんだん 強くなりますね. あの電気盤も さっき 原因のように 敵には 無害ですね. 1つの区間 だけに 止まるのを 止めようとしたのでしょうか. 前のステージに 比べて 敵の数が かなり 多かったですね. 体力をとても失ったようです。爆弾に当たらず。セントリーは攻撃を受けないようです。ずっとメンテナンスをしておけば有用でしょう。ずっとだんだんたくさん来てますね。さっきのせいで体力も底尽くし、死ぬ気の残弾量があまり残っていません。次の準備時間に早く補充しましょう。 残りのチーム員の方々はまだ大丈夫なようです。他の方がパネルにパスワードをかけば今回のレイドが終わります。その前までここで敵を伏せている。なんでこんなに多いの。全部漏れています。ちょっとまた大きい奴らが2人。正直そのくらいの体力で今まで大事なのは不思議です。アクサン、アクサン、アクサン。あ、それでも他の方々はまだ健在ですね。生き返らせる余裕はなさそうだけど。ああ、 体力が低すぎるから静かになる時まで後ろで待ちましょう。これからも少し守備的にプレイ。ついに終わりましたね。切り替えじゃなかったら別に問題なかったはずなのに。おかげで強制的にノーディスプレイをさせられそうですね。厳重たちだったデモマンはジャンプショットもなかなか使えるんですね。ここでは自爆ダメージもないみたいです。 占領速度は現行とは少し違いますね。範囲や装填速度も優劣し、自爆がないのがかなり大きな利点ですね。ソルジャーよりずっと安定まとみたいです。レイテル。あの雪の中にうずもれているやつらが見た目より丈夫ですね。代わりに動けませんから早く進めましょう。ヘビーがパイロボスと違うでしょうか。ああ、硬直はないので攻撃速度はもっと速いようですね。最大限空中で相手しましょう。 回復中ですね。ジャンプショットが弱いキャラクターたちが今が攻撃するタイミングでしょうね。粘着爆弾がジャンプショットだったからかデモマンがかなり効果的ですね。今体力が少し低いんですけど、最大限早く終わらせましょう。いやー、ちょっと体力が、うわー、本当に危なかったですね。 次のステージは何でしょうか。そのままボス戦に進みましょう。センTOLIEたちが弾薬を枯渇しつつあります。 残りの補給品もあまり多くありません。でも缶銃の弾薬が少しない。さっきからレパートリーが同じじゃん。なんだ、ただ一度だけ直線に撃つなら恩人には使える理由がないじゃん。お、頑張ってください。あいつらもあまり残っていません。何かちょっと。なんだあれ。 セントリーが全部消えましたね。それでもウェーブが終わった後に切れてよかったですね。あ、どうしてこんなに具現化したんでしょうか。
何かレンチがはるかに強そうだけど。原子炉は稼働を終えたようです。もうでさえすればクリアです。さあ行きましょう。ちょっと BGM がまだそのままですね。ずっとついてくるのか。結構ギリギリになりそうですね。脱出口ですね。それでも4、5匹ほど対戦する量の弾丸は残っています。行きましょう。そういえば、メディックは5000がどうなるでしょうか。お、ロボットを壊したら回復させるためにメディックが来るんですね。それなら早くダメージを入れるのが鍵なんだけど。あ、もう一回やってみましょう。あ、クリアしたんですか？最後のステージです。キャラクターは9人なのにステージがもう一つありますね。Welcome, gentlemen, to Aperture Science. I'm Cave Johnson. I own the place. Combustible!